おはこんばんにちは、ダリルです。はい、今回もマーベルスパイダーマンマイルズ・モラレス続きからやっていきたいと思います。次メインミッション、ティンカー・テイラー・スパイダースパイ、もうすぐ近くまで来てるので行きたいと思います。ドヤサー、いいさー、はい到着。あ、そうか。あんな風にスパイダーマンだって打ち明ける？あんたを殺すとこだった。それで僕に罪悪感感じてほしいの？これ以上嘘をつかないでほしいの。理解してると思ったからアンダーグラウンドに入れたのに。理解してるよ。クリーガーがしたことも償わせたいけど。サイモン・クリーガーな。こんなのダメだ。あいつが悪いね。あいつを倒す唯一の方法なの。見て見ぬふりをして。お願い。できない。約束したんだ。私だって。なんでここにしたの？父さんと来たろ。コンサートにさ。7カ国の聖歌隊覚えてる？ガーナよかったな。ガーナはいなかった。それギニアでしょ。いや絶対ガーナだったって。ギニア、ベリーズ、ポーランド、キューバ、韓国、タイ、ベネズエラ、フィンが正しい。いつもそう。大抵はね。どうした？何？何やこいつ？何や？うわうわライノ？赤い。うわライノや。うわライノや、間違いない。これライノや。やばい。一番最初に倒したやつ。ベノムパンチで。効かへん。うわ効かへんくなってる。ベノムパワーが。システムエラー、うわ捕まった。システムエラー、うわ何もできへんかった。あっさりやられたぞ。と捕まった。君にはがっかりした。うわサイモン・クリーガーや。今回の親玉らしき人物。メイソン君には手を焼くと思っていたが、君とは仲良くやれると思ってたんだがね。ここは舞台裏さ。最も警備が厳重な施設だ。金のなる場所だよ。この最低男。おお、フィンも捕まってるんか。ニューフォームを開発していた時、あんたは特許を出願しただけでしょ。他人のアイデアを売り込むことしか脳のない男だって兄さんが言ってたけど、今も生きているのはどっちだ。過去のことだだろ。まずは手始めに君のこれは素晴らしい。無意識で発動したのかな。実に魅力的。これから君のそのマスクを外して体の仕組みを調べよう。いいかい？君はまさに次世代のバイオエンジニアリングであり、それが意味することは一つ。そう、金だよ。それじゃ、私はジムへ。足のトレーニングだ。ニューフォームのありかを聞き出せ。ん？プラザが開けられないだろう。それと彼を使えたまえ。なんだライドがボディーガードなってんの。カメラもないしな。うわむちゃくちゃしよる。
ベル1もメガベノムブラスト。うわ、こんな技があるんや。新しい技覚えた。すごい、ま、メガベノムブラスト。敵殺されるとこだった。びっくり。意外とタフなんだ。出口を探そう。あいつらライノを警察に引き渡さなかったんだ。信じられない。そんなのロクソンがやりそうなことだし驚かない。大丈夫、脱出できれば大丈夫。監視カメラ切る。スパイダーセンサー、あの PC 調べて。これやな。どんな感じ？このオフィスの先に出口がある。制御室に行って基地の封鎖を解除しなきゃ。まずは警備棟から脱出。私が下に降りて様子見てくる。ロックされてる。檻の時みたいに上から行こう。ベノムでドア開けよう。どれだけよ。見つけた。上から行ってくろ。はい、ベノムパンチ。開いた。下の階に向かうね。真上にいるよ。真上にいるよ。あのドアから出られるけど、端末をハッキングして警報を止めなきゃ。ガードの相手は任せて。南ウィングの監視カメラが停止した。きっとライノが切ったんだろう。囚人を尋問するって言ってたし。あのもう一人の男。よし、安全。雲も抱き裂け。今日作業員は監督の予定なんだよな。油断しちゃダメだよ。すぐそこに二人。どうやって見つけたんだ。ライノが見つけたのか。いや、やつはただの道具だよ。こいつは安全になったら倒す。今のところ問題ないな。安全になれ。よし、安全になった。こいつも行けそうやな。誰もおらへんから周り。よし、安全。なんでスパイダーマンとティンカラーを交流しておくんだ。殺しゃいいの。クリーガーは視野が広い。生かしておいた方が利用できるんだろ。こいつも行けそうやな。そろ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 安全になりそう。よし、安全。そうか、天井に貼り付けるのが一番いいよな。死体も見つからへんしな。近いうちに入る予定だ。会社の未来はあそこの成功にかかってるみたいだしな。問題なし。よし、安全。うわ、天井から行くのがやっぱ一番いいな。問題なさそうだ。よし、安全。注意を確認中。よし、安全。みんな電池貼り付けたら。なんでスパイダーマンは俺たちを狙うんだろう。お、フィンが行ってる。よし、それじゃ次の PC。また情報。これはまだ敵が。こいつ安全になりそう。話し合おうよ。プラザでまた話。よし、安全になった。危険な燃料で街を汚染するのだってまずい。そうだけど、ロクソンを倒す方法なら他にあるだろう。どんな計画にだって決定。安全。友達に嘘をつくとかね。いいから集中して。あ、そう。でも絶対後で話すからね。なんかマイルズが正体隠してたことを悪く言うけど、あなたも正体隠してたでしょ。人間誰でも秘密あるでしょと私は思う。研究開発部のやつら、もうツールを実装しやがった。見てくる、何か聞こえた。
ミニータがいるぞ。光線準備。ラジャー、こっ、うん、なんだ。待っていろ、何かいるみたいだ。よし、安全になった。はいはい、これ全部ステルスでいけそうやな。何かいるぞ。警戒しろ、音がした。おい、誰かいるのか。安全、こいつら絶対上見えへんな。思ったより楽勝。それじゃあ電磁ロックをショートさせるから、はい、そっちはオーバーライドさせて。全部貼り付けたよ。オーバーライド、これをアーカイブがあるな。 PC のデータ見てみよう。オーバーライドするよ。ボイスメモが入ってる。警察にライムのことを聞かれています。どうします。ラフトに特別労働釈放プログラムを設置中だ。警察にはライドは社会奉仕中だとでも伝えておきたまえ。警察を騙したのか。ロックは解除したけど、こじ開けなきゃ。任せて。おい、どこ登ってね。登らんでね。よし、ここへ。そもそもさ、なんでティンカラーなの。ニックネーム、リックが…うわ、喋ってたの泣けちゃった。逃がすのはニューフォームを見つけてから。なぜあいつがここに。女だけ捕まえるはずだっただろう。そうか、不満か。いいかい、スパイダーマンはメイソンとの最高の取引材料。君らが協力して捕まえた。お、フラウラーおる、おじさんおる。君の情報のおかげだろ。明らかにあの二人は怪しい。あの子放っておく約束だ。アロンおじさん。あの子か。その言い方、まるで父親のよう。スパイダーマンを逃がさば、ニューフォームを見つけて、アンダーグラウンドの情報も手に入れてやる。ほら、実にいい取引材料だ。マリ、スパイダーマン。材料だってな。俺も持ってるぞ。ニューフォームの毒性にビッグメイソンとの一件公表すれば。できないさ。いいか、君は指名手配犯だ。我々に協力もしてきた。私と一緒に檻に入りたいか。我が身が可愛くてそんな犠牲は払えないだろ。それじゃあメイソンとスパイダーマンの様子を見に行くよ。ああ、だがここからは残念ながら招待制のパーティーでね。悪いな。じゃバレへんもんか、この下におって。なんとなく全貌が見えてきたな。あれ、おじさん。コントロールを見つける。嘘だ、また知り合い？あんたのせいで捕まったの？違うよ、これは。ロクソンに雇われてるのは知ってたけど。ちょっと話せば長くなるね。僕を裏切るなんて。本当信じらんない。罠におびき寄せたわけ？なんであんたを信じたんだろう。フィン、待って。きっと何か理由があるんだよ。僕だって知らなかった。やめて、聞きたくない。とにかく進もう。ロックダウンが作動した。コントロールルームに行かなきゃ。じゃあシャッターを何とかしなきゃね。管理パネルがあるけど電気が来てない。何とかしてみる。うん、エアロ電力を回復する。ジェネレーターに繋がってるはず。ベノムで電力復活するはず。ベノムパンチ。こんなところでもしゃあないな。うちにジェネレーターあったよね。これか、これか。よし、電気復活。アクセス中。ああ、シャッターは開けられないけど機械は動かせる。クレーンとか使えるかもね。調べてみる。装甲車のエンジンを作ってるんだ。ねえ、
クレーン上げ下げできるけど意味ありそう？クレーンを使えばうまくいくかも。ねえ、エンジンっぽいやつの上に移動した。ぽいね。思いついた。クレーンを組み立てラインに戻せる。ああ、なるほどね。なるほど、もう一回戻したらいいか。クレーンを戻して。エンジンを組み立てラインに移動して。どうやって？あ、いけた。こうか。このレーザーでエンジンが動き出すはず。あ、くそ、ショートした。電力つなげてみる。ショートしたけどまだ使える。電力は必要なだけ。電力を見つければあのコネクターを使える。これか。これか、また、またこれか。これか。ここまで。いけるか、これ。ガラスが邪魔だな。ほんまやな。このガラス邪魔やな。どうやってこのガラスじゃ破壊するの？クレーンの上にコネクターが。あ、なるほど、あそこにあった。こっからこう来て、ここにまず打って。いい、ウェブが電気を送ってる。ほんでこっからもう一個どこにあるんじゃ？クレーンを動かせばウェブがレーザーに届く。あ、これでこうか。なるほど。ほんでここにこれを打って、こういう感じ。よし、オッケー。どう？レーザーお願い。レーザー発射。よし、うまくできた。完璧。エンジンをオーバーチャージすれば爆発する。爆発させればシャッターもコッパみじん。セキュリティシャッター破壊する。それじゃドカーンといく。このかドリャー。捨ててドリャー。行こう、出口はもうすぐ。よし、行けた。あれが出口。開けるのに数分かかりそう。計画バレちゃったみたい。当然、出口はあそこだけだし。それじゃガードは僕がやる。ドアは頼んだよ。教えて。私に伝えようと思ったことは一度でもあった？自分がスパイダーマンだって。ほら、私の両親が死んでからリックが私の父親代わりになったでしょ。血のつながった兄さんは死んじゃったけど、あんたがいた。フィン、僕は。どこ？これじゃ持たないよ。行って。私は大丈夫だから。ヘルメットにライトがついてる奴らは熱を感知する。透明になってもバレるってこと。うわ、最悪。僕たちとのバトルに随分研究開発の予算割いてるね。脱税したお金うん百万ドル分ってとこ。警備員お願い。私はセキュリティオーバーライド。動かしたいものがあったらいつでも言ってね。ね、無事？あ、ウェブのおかげでなんとか。警戒されてるから気をつけて。天井無理なんかな。安全。一人減ったね。
こいつから倒そう。安全。やっぱ一匹狼になってるやつは倒しやすいな。この端っこの方におるこいつとか。こいつとか倒しやすそう。ピンクなれ、ピンクなれ。ピンクなってくれ早く。よし、ピンクなった。オッケー。びっくりしちゃったな。やつをエリアから逃がそう。よし、ピンクなれ、ピンクなれ、ピンクなれ。よし、ピンクなった。オッケー。あかんな、ここ3人おるからな。あっこに2人おるな。よし、安全。やればできる。捜索しろ。発見したら撃て。よし、これが最近楽しくて。ピンクなれ、ピンクなれ。なんでピンクならへんねこいつ。よし、ピンクなった。信用してないだろうけど。当たりしてない。どうしたら信じてくれるの。私を裏切らないで。それと人のこと無計画みたいに言わないで。プラザを破壊しても被害は出ない。ロクソン以外はね。奴らは苦しんで当然。頼むよ、二人で話し合うって約束して。僕もちゃんと話聞くからさ。マイルズもう決めたの。いい加減そのこと理解したら。だったら僕は止めるしかない。そっちこそそのこと理解したら。よし、ここ一人来た。こいつは行けそう。よし、安全。油断しちゃダメだよ。よし、ピンクで安全。オッケー。よし、ピンクで安全。オッケー。組み立てラインの奥にあるショールームで合流。また後でね。またパズルせなあかんの。あ、まだあくまで敵がおる。よし、ピンクで安全。こんなに楽ならな。スパイダーマンを捜索するぞ。よし、ピンクで安全。全部倒した。ドアがロックされたみたい。他の道探すよ。よし、行けた。世間に公表した。証拠あるの？自警団2人の言葉なんて誰も信じないでしょ。方法はあるはず。あれが出口だ。ねえ、落とし物。ありがとう。この場所知ってる。ここクリーガーのラボだ。ラボを持ってたの？やってる感予想をダメ。リックの写真で見た。やつのラボってことは。待って。ニューフォームプロジェクトのデータが全部ある。毒性の報告、
安全性の欠陥、どれもクリーガーの名前だらけ。これがあればロクソンも終わり。どうした？うわー、ライノ来たー。やっぱこいつ倒さな出られへんよな。俺のニューカラー気に入ったか。お前のビリビリももう汚いぞ。ビリビリって言った？何それダサい。よし、蹴りをつけるぞ。うわ、すごいこの盾。またか。弾を壊さなきゃ。よし。なかなかやるな。強い奴には最高の死を与えてやる。最高の死？それでも一応褒めてるつもりなんじゃないの？今すぐに攻撃しろ。ベロンパンチが効かへんねん。まあそりゃ体から電気放ってるわけだし。うらほら、あの戦車に誘導して、あ、戦車に当てればいいねな。あまりダメージ与えよう。うら、諦めるんだな。避けたらこう、ほんでこれで戦車なってんだな。あまり攻撃、ほんでボコボコすんねんな。何度立ち上がってもロクが手をしてやる。あかん、ベノムパンチ、ベノム系は効かへんねんな今回。ダウンさせといて。よし、ダウンさせた。ナイス攻撃。これか。そしてこれを投げる。そしてこれを投げる。ロクソンの人たち、エンジンブロックの爆発は想定してなかったみたいだ。よし、オーケー。 A 君にね、あいつを殺すつもりはないよ。殺しは禁止。殺さなきゃ負けるだけだ。もう一回、もう一回。そしてこれを投げる。そしてこれ。ごめんごめん。よし、チャンス。いけた、もういけたか。ナイス。ロクソンの装備が壊れた。チャンスだよ。わかった。ジェノブパンチ、ジェノブパンチ。やめないで、やつを引き裂くの。この女、凶暴殿。よし、あ、死ぬ。うわー、ちょっとライノが言われてる。ベノムアタックで攻撃しようって書いてた。ちょっと今俺雑魚に気を取られすぎたわ。雑魚にガジェット使いすぎて。
避けるのを忘れてた。メノムパンチ。やめないで、やつを引き裂くの。この俺が凶暴だな。そう、凶暴なんだ。言いたかったかな。武器を探さるぞ。よっ、メノムパンチ。ベノムパンチ、もう一回ベノムパンチ。オッケー、いけた。待て、ザコはもう結構無視しなあかんな。もあいつのことを見張ってて、すぐ戻る。銃器だって壊れる。データがあれば正しいやり方でとどめを刺せる。そうだ、クリガーにお前の兄貴の死に様聞いたぞ。面白かったな。黙れ。しかもどうやらそれお前のせいだったってな。黙れ言うとんね。デートしたんだ。納期を守るためにスーパーチャージした。フィンが計画を実行したら。嘘だろ、ハーレムが。お前は兄貴を見殺しにした。何もできずに。ダメだ、地獄に落ちろ。どうして止めたんだって？うわ、殴られた。あれ、フィンがおかしくなったぞ。めっちゃ怒ってる。フェイ。リアクターが。今度邪魔したら殺してやる。でももうフィンはあれやねんな、復讐の鬼になってんねんな。家族が死んだ。兄貴の死がショックすぎて、しかも自分のせいで死んだと思ってるから。おお、ガンケ助けに来てくれた。タオルとか薬とか今取ってくるから。マイルズ、どこに。ペロケパソ。あれ、お母さんのバレだ。スパイダーマンということが。そのかがここ。わあ、ついにバレた。したいことがあるんだ。いや、俺もおかんにバレるで思って。そう。フィンを街中追い回していたのはあなたなの？スパイダーマンとして。死んでいたかも。ノロペドクレ。時々スペイン語。どうして今までずっと黙っていたの？そら言われへんやろ。言ったじゃない。危険なことはするなって。なのにこんな。心配するでしょ。もう一人のスパイダーマンはいないし、何やっても逆効果で母さんまで怒らせた。マイルズ、あなたがどんなことをしようと母さんはあなたを変わらず愛してる。いい？あなたがいると強くなれる。ヒーローってそういうものでしょ。愛する人に勇気を与えるの。ヒーローは諦めない。フィーストはグロリアが、こっちはテオが手伝ってくれる。よかった。それじゃあ避難を始めましょう。すぐ行くわ。
どんどん父さんに似てくるわね。ヒーローを諦めない、これ父さんの口癖やったもんな。気をつけて。分かった。泣けるな。もうワンからずっとやってる人の人だったらちょっと泣けるの、このストーリーは。ヒーローを諦めない。いや、おばさんと家回る前に先に避難するよう伝えてるとこ。分かった。ねえ、ガンケン、ありがとう。いつも助けてくれてさ。行く前にもう一肌脱いで。任せろ。アンダーグラウンドの活動とニューフォームを隠せるビルを照合して、オズコープの監視タワーをハッキングしてみるとか。オッケー。絞り込むのに少しかかるぞ。問題ない。ありがとう。ちょっと足をストレッチしたら出発。すべて終わったら音楽作り頑張んなきゃ。おばさんからメッセージ。ここを退去させてからプラザ周辺の住民を避難させに行くってさ。手伝うの？当然。ニューフォームの設置場所を見つけたらな。フィンを見つけたらなんて言うべき？わかんねえ。ニューフォームを奪って仲直りしようって言うとか？今度はうまくいくといいな。住民を避難させる時間あるかな。フィンがいつニューフォームを爆破させるかによるな。だよね。もう行かなきゃ。じゃあ行ってきます。なるほど、このアングルは今着替えてるわけね。着替えて、着替え終わってここに出てくると、そういうアングルやね。これはティンカーテイラースパイダースパイ、経験値6000、でかい。レベル上がるでしょ、そら。レベル17になった。連絡あるまでアプリチェックしとこう。何かできるかも。新しいアクティビティもうないで、俺全部クリアしたで。ほら、もう全部クリアしてんね。ごめんね、アクティビティもうないの。で、次どこ行ってるかわからん、うん、この間にこれとこれでも行っとこうかしら。音源サンプルむずいねんけどな、めっちゃ。あー、来たな、ジェームソン、うるさいの。非常事態だ。長いこと噂されていたどでかい嵐、ストーム・オブ・ザ・センチュリーがついにやってくる。スキル。非常物資を溜め込んでおけよ。忠実な諸君はすでにジェームソン・ジャーキーをたんまり持っているはずだがな。死の灰よりも長持ちすること間違いなし。ところで、親戚とトリニティチャーチに行く予定のある諸君にとって非常に残念な知らせが、神聖な場所として知られるこのランドマークの一部がまたしてもスパイダーマンとティンカラーの小競り合いによって瓦礫と化してしまったらしい。幸いロクソンが迅速に現場の安全を確保したとのことだが、このマスクの悪党どもの行方は未だ不明とのことだ。だが今はそんなことよりもロクソンが教会の修繕費用の提供を申し出たという事実に注目すべきだろう。損害は彼らの落ち度ではないにもかかわらずだ。これこそホリデーシーズンに必要な無償の思いやりというものだろう。ロクソンはいい人リストの仲間入りだな。悪い人リストに誰がいるかは言わなくてもわかるだろう。全てスパイダーで始まり、マンで終わるあの名前だ。もうあれやねんって、全部いけんねん。全部アンロックしようと思ったらアンロックできないけど、ただどれが強いかがいまいち分かってない。そうか、カモフラージュ中って動いたらあかんねや。動いたら一瞬で見えるようになるもんな。激しく動くと、攻撃とかしたらもう一瞬で姿が見えるようになるから、だからカモフラージュ中はそーっとそーっとできるだけ動かないようにするのがコツやな。これをアンロックして、このエアドリックを決めると追加レベルのパワーが溜まるってやつに変えたい。
今これはガジェットの弾のドロップ率が上がる、遠距離攻撃のダメージを 25% 軽減。よし、これにしよう。これをここにしよう。いや、トリックを切ると追加ダメージのパワーが溜まる。これね。ほんで、服は、前までクリアだな。前までクリアだな。クラシックスーツ。これやな、やっぱり。これでいこう。よし。あと300m。あと200m。到着。大学卒業後、お前の母さんがここに住んでた。お前の父さんと付き合ってて、よく3人でここで過ごしたよ。ソフトで安定したビートを聞きながらな。ソフトなビートか。わかりづらいな。逆の方にあったはず。逆の方？こっちか。給水塔とかかな。水漏れの場所に近づければ。逆方向かも。逆方向？こっちってこと？あ、これか給水塔。給水塔って言ってたもんな。幻覚性が荒れている。リズム、リズム。どこ？近すぎる。この辺やな、間違いなくこの辺や。音源が塞がれているってのがいまいち分からへんな。防がれているってどういうこと？昔からずっとあるものか。もうめっちゃブルブルしてるコントローラー。こっちからか。ちょっとこの辺にへばりついて。近すぎる。あかん、録音まだできへん。この上からどう？音源を探す。お、こんな感じちゃう？録音開始。これいけた。こっからやったらいけた。繊細だし。よっしゃ、いけた。あの頃は良かった。永遠に続くような気がしてな。お前の母さんは教師になり、父さんは警官になり、そして俺はプラウラーと名乗り始めた。互いの仕事には干渉しないようにしてたが、長くは続かなかった。父さんと俺の仕事じゃどうしてもニヤミスするだろう。あらおじさん、今の道さえ選ばなかったら二人ともずっとおじさんを応援してたはず。お、バンキーから電話かかってきた。どこよ。
エネルギー変換器、サイエンスフェアで優勝したやつだ。それを使ってプラザのニューフォームを爆破させるつもりなのか。ひでえ、それお前に仕返しするためだよな。そうかもね。ありがとう。いいって。さあここからアッパーイーストサイドの隠れ家に着いた。オッケー、ジャマを探す間、私はここのアンダーグラウンドのこと調べてね。よし、安全。安全。バレてんのもこれ。もうバレてた。フィニッシュムーブ。マジで何があったの。アンダーグラウンドはルールストーリーで仕掛けようとして冒頭を殺しカージャック三枚でもルームストーンの手下を殺して。フィニッシュムーブ。ピンカラが現れた。そう、ルームストーンの刑務将軍になって奴らがここを占領した。ちょっと話それるけど、誰かには曲作る人とかサウンド担当いるの？あー、一瞬だけ付き合ってた元彼とか。やば。そっか、ビートをミックスできる人だったらいい人を知ってるよ。それ超嬉しい。うわ、やばいやばい。おしまいだな。こんなの肩回しだ。もう倒した？ OK。
じゃああとはジャマを見つけて止めるだけ。これがまあまあ邪魔くさいねんな。ケーブルがこう伸びてて、分厚くはないよね。こういってっていう感じやな。ん？あの下にあるって感じやな。え、この下にあるの？あ、ここにあるな。どうやって行くんやろ、ここ。この下にあるあそこにどうやって行くのっていう話。ここ通っていける？こんな狭い隙間通られへんか。あ、ここか。なるほど。やっぱりね。こういうことね。邪魔あった。これってトゥームストーンから奪ったものだよね。記念品ってとこ？今あのマネキン動いた？あれ、いっぱい出てきたマネキン。うっせやん。ベノムパンチ、ベノムパンチ、ベノムパンチ、全然当たらへんこいつ。ベノムパンチ当たった、やった当たった。ねえ、隠れが映るようになった？なった。通報しちゃおうっと。よし、オッケー。それじゃあ私はトゥームストーンとアンダーグラウンドの手がかり追ってみるね。オッケー、クリア。射的の拠点全部アンダーグラウンド全部終わらした。ねえ、潰した隠れ家を調べてたんだけど、新しいサイドミッション、あの治安もバッチリ改善。やったね、通報ありがとう。おかげでジャマーも見つけられた。資料を見直してたんだけど、どうもティンカラーはヘルズキッチンで極秘ビッグプロジェクトに関わってたみたい。ニューフォーム絡み？多分プログラマブルマター。それなら見たことある。こっちかサイドミッション。そうだね。あった、なんか暗号が書いてある。2658、鍵がかかってるもの見つけたらこれ試してみて。2658ね、オッケー。2658、本当にありがとう。番組最後のアドバイスもすっごく役に立ってるよ。ああ、そっか。ならよかった。ありがとう。アンダーグラウンドシリーズ出したら感想聞かせて。もちろん。じゃあまたね。よし。次のサイドミッションはこれなんや？極秘プロジェクト。これを行ってみましょう。よし、はい、では、今日は疲れたんでここまで。ということで今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。このチャンネルでは最低でも月に 2,3 回は何かしらアップしていく予定です。ゲーム実況だけでなく好きなものの紹介やレビュー、さらにはお得情報やおすすめ情報も発信しつつ、気が向いたら歌を歌ったりもします。